駅名標箱崎駅は福岡県福岡市東区箱松2丁目にある九州旅客鉄道鹿児島本線の駅である。駅番号は JLA2。通常時は普通列車しか停車しないが、毎年9月中旬の北条会期間中には快速列車も臨時停車する。高架化前の駅舎2002年12月1日。 下り線が高架化された際に約440メートル下新駅よりへ移転した。これにより、博多駅からの営業キロが2.8キロメートルから3.2キロメートルとなったため、当駅と博多駅の間では、初乗り運賃が適用されなくなり、値上げとなった。単式ホーム一面1線と島式ホーム一面2線の、計2面3線、どちらも12両編成対応のホームを有する。 公開機である。基本的には、1番乗り場を、千葉や、折を、小倉方面、3番乗り場を博多、南福岡、鳥栖方面が使用しており、2番乗り場は、特急列車や、回送列車の対比に使われている。直営駅で、緑の窓口が設置されている。自動券売機、自動改札機を備え、守護下の使用が可能である。JR の特定特使内制度における、 福岡市内の駅である。2019年度の1日平均乗車人員は6141人である。駅周辺は九州大学を中心に発展した古くからの市街地であり、大規模商業施設は存在しない。近年では区画整理が進んでいる。移転前は箱崎宮のちょうど裏手にあったが移転で遠のいた。逆に、 九州大学箱崎キャンパスへは近くなっている。開業当時の地名が由来。先は、岬を意味し、古くからたたら川の河口で栄えた港町であった。また、箱崎は、天皇や皇族との縁の深い土地で、かつて、王神天皇のなを収めた箱を埋めたことから、箱崎という地名になり、それが箱崎に転化したという。詳しくは、箱崎や、 箱崎宮を参照のこと。AB、レールファン第50巻、第2号、鉄道友の会、2003年3月1日、23ページ。高架加工時始まる JR 鹿児島線、箱崎、吉塚間11踏切を解消。交通新聞、P1、鹿児島線上りが、高架に。交通新聞、P1、交通新聞、 P1 駅別乗車人員上位300駅九州旅客鉄道2020年12月22日閲覧ありがとうございます